オーピンさ、全景になれる？なるほど。これ微妙かもな、提出。この辺とか拠点ありそうだけど全然ないんだな。あ、一つあった。小さい拠点。やべえ、提出燃料ちょっとなくなってきた。下から制圧しちゃうわ。ハッキング開始しちゃいます。ここにもう一個ある。3箱ハッキングしました。もう大体終わったかな。ナイス。じゃあボックス開けていこうか。絶対投げると思った。歯車いいね。でもしかしたら敵が来る可能性があるんだよな。貨物船の中にリサイクラーとかあったらすげえ便利なのに。残り11分。部品系持っとこうかな。さあ残り10秒。何が出るか。炸裂弾ボルワーク。爆薬 AK。 ロケットランチャーの筒。爆薬だけ回収する。出ましょう。よし、洞窟に戻ってきました。下から、こっから抜かれたんですね。でここが敵がつけた装甲板か。ん？あ、ここドア枠になってたんですね。この辺も壊された。こっから上がってきてここも壊してったのか。あ、これだ、これか。あ、タレットが設置してある感じですね。装甲板、まあ、外壁壊して入ってっていいっすね。この拠点、この辺に仮拠立てて、ロケットランチャー撃って外壁壊していって、焼夷弾何発か作って壊しますかね。一回仮拠立てに行きたいな。
あ、この辺建築できるんだ。あれかな？あれ抜かれてんのかな？いや、あれはもともと抜かれてたか。待って、ミニコプ飛んでるやついる。あれ、ロケット補充しに行った感じかな？ついていってみるか。え、待って待って待って。え、ミニコプ何台飛んでんの？ 3 台ぐらい飛んでるじゃん。どういうこと？ちょ、やべえわ。これ多分ロケットやってたら絶対来る。え？ 2 台砂漠の方に飛んでったんで、砂漠の奴らかな。みんな偵察しすぎだろ。これは？降りようとしてる。これいつ拠点抜き行こうか。抜く拠点探してんのかな。ぶつかれるかなこれ。あ、セーフゾーン行こうとしてる。ははっ、回収、死んでるかな。回収いけるかも。テロったわ。これセーフゾーン外でぶつかるべきだったな。いや、死んでないのかな。どっかに死体な、あ、いる。いる。仲間は死んだか、これ。やばい。やばい、めっちゃ怒ってる。これ、ミニコプで仮境戻ったら、あいつらに目つけられるかな。ずっとセーフゾーンにタムロしてんだよね。え、またミニコプ飛んでる。ミニコプ飛びすぎでしょ。え、待て待て、なんか撃たれてない。え、なに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 、なんかロケット撃ってきてない。なにあいつ。え、なに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 、なに、やばいだろ。え、ロケットランチャー持ってきてるってことだもんね。あ、申し訳ない。あ、いる。ラグ、水で。外壁設置してるね。ガチじゃん。当たんねえかなこれ。あ、入んなかった。危な。あ、ミニコップで迎え来たかなこれ。うわ、外した。うめえな。なんか外壁つなげて移動してってる。防護スーツはやれそう。めっちゃロックしてんな。ヘッド当てた。え、何人いんの。くらえ。当たんねえ、難しいな。あれ、撃ってこなくなった。え、なんか弓撃ってない。あ、いるわ。やっぱ全然効かない重装強っ。くらえ。ちょっと上すぎたか。防護スーツ死んだ。
当たれ。ちょっと奥すぎたか。なかなか当たんねえな。手前の方逃げたね。ミニコプ飛ばしてる。引いてったか。当たんねえか、さすがに。あれ、回収いけそうっすね。何持ってます？これ誰？ジジ誰？完全に遊びに来てたな。ジジイガイズって。まあでも AK いただいたわ。で、こいつら一回洞窟抜いてきたやつ。でも今ので分かったんじゃないかな。ここが仮居っていうこと。これらを運搬します。お、見張りありがとうございます。入りましょうか。ということで、この後洞窟拠点戻って、まあ、大量の資材使って拠点ガチガチに固めて、まあ、抜かれないようにしたんですけども、最終的にこの翌日にこの洞窟拠点もやられてしまいまして、もう再起不能な状態にされちゃいました。で、拠点抜いてきた奴らは、先ほどロケットランチャーね、拠点にぶち込んできた奴らで、で、まあ、ちょっと前に移した砂漠の帝国の拠点の奴らでしたね。結構な人数でやってるっぽいですね。で、まあ、一応ログアウトする前にロケットランチャーの弾使って、まあ、拠点抜き行ったんですけども、その時もね、邪魔してきたりと、まあ、結構このサーバーを牛耳ってるっぽく、まあ、オフラインのね、頃合いを見て、はい、洞窟拠点やられちゃいました。で、まあ、この後、ワイプも近づいてきたっていうのもあったし、まあ、モチベがね、一気になくなったっていうのもあって、このサバイバルはね、ここで終わったんですけども、まあ、一週間ぐらいのサバイバルだったかな。でも、すごい楽しくできたかなと思います。で、まあ、個人的には久しぶりに複数人でやって、まあ、そういう意味でも楽しめたので、まあ、またね、機会があったら、まあ、参加者募って複数人でやれたらなと思います。まあ、ちょっと不甲斐ない感じの最後になってしまったんですが、これもラストということで、切り替えてまたラスト人生歩んでいきたいと思います。ということで、また次回の方でお会いしましょう。ちょっ